わしも好きな話。ハンニャの呪い。火の少量が遠くからクロードのことを見澄ましている。カリウドのごとく闇ガラス、闇ガラス、意を誤めたかに見えたが、ただの思い違い。呪われたつづらが開き、クロードは鬼の宝を手に入れた。生け捕りにしろ。来航がひらめくたび、資料兵がクロードの前に姿を見せる。止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。クロードに災難が降りかかる。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息をのむ。クロードの頭上に火の矢の雨を降らせようと燃え盛る火の少量がうごめいた。クロードは捕虜を逃がした。これはわしがなくした巻物。捕虜の体は無事であったが、魂はとうに食われていた。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し税を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。